母ちゃんのおっまるい吸うのをやめたい。すれたいで誤解を招いたかもしれんが真剣に悩んでる。幼少の頃から心が沈んでる時や落ち着きたい時は母ちゃんのおっまるい、厳密には血まるびを吸ってたんだ。今でも心が乱れた時は吸ってるんだけどもう今年で30歳だし、本気でやめたい。相談に乗ってくれ。え、よくわかんない。母ちゃん何も言わねえのか。母ちゃんは特に何も言わない。俺、母ちゃん、いつものいい？母、どうしたの？何かあったの？俺、うん。って感じで、俺が赤ちゃんみたいになってる。本当に落ち着くし、心から安らげるんだ。やべえ、すれ合いちまった。嘘だろ？嘘じゃないんだよ。マジで悩んでるんだよ。生まれて30年間、父離れしてなかったから今更できるのか不安。さすがにこれは、すれたい通りじゃねえか。母ちゃん何歳だよ。母ちゃんは60歳。もうすぐしたら ID 変わるかもだから取り付けとく。マジで相談したいから頼む。これはすでにステージ5かな。うわぁ。おしゃぶり変えよ、父親のふりして。それも試したけど無理だった。なんか余計に母ちゃんのおっぱいが恋しくなる。ねえよ、哺乳瓶変えよ。彼女のおっまる吸えよ。彼女いない歴イコール年齢なんだよ。彼女できたらちょっとは変われるかな。お母さんの安心感は異常。血まるびは吸わないけど。おう、寝る前に彼女と赤ちゃんプレイして血まるび吸いながら寝かしつけてもらうことあるが1には引くわ。関係3級の俺もさすがにこれはドン引き。60のおっまる吸うの？多分頭おかしい。吐いた。マジレスすると病院行け。本格的に気持ち悪いな。これはあかんですよ。背筋が凍った。60DBA の垂れ父を30のおっさん息子が吸うのか。よほど過保護に育てられてきたの？いつまで母ちゃんに頼ってるんだよ。息子怒ったりします？別に母ちゃんに興奮はしてない。だからちまる子は無反応だし、ただ癒されたいから吸ってる。それと彼女いない歴イコール年齢の童貞です。病院行った方がいい？精神科？平均で1ヶ月にどのくらい吸うの？どれぐらいだろうな。1ヶ月一度も吸わない月もあれば、10回ほど吸う時もあるよ。自分のこと変態やと思ってたけどこれは引いた。母親の方が異常じゃね？母ちゃんは異常じゃないよ。多分異常なのは俺だけだし、母ちゃんのことは悪く言わないでくれ。父離れしたいんだ。てっきり1歳児がすれたてしたのかと思ったら、考えられへん。俺は病院行くべきだとは思わんよ。今さらどうしようもないじゃん。あんま気にするなよ。自分が幸せならそれでいいだろ。マジ？俺は幸せなんだけどやっぱり年齢とか考えると世間的におかしいじゃん。それに母ちゃんに迷惑かけてる気がするんだ。ここ異界すぎんだろ。一はおっぱい吸う以外は普通に生活できてんの？普通に生活してるよ。仕事もしてるし家族は仲いいよ。母ちゃんって父ちゃんと不仲？母子家庭？父ちゃんも母ちゃんも仲良し、父ちゃん公認で吸ってる。まあ昔からだから当たり前になってる。父ちゃん、絵を想像したら泣いた。決まる大家族。30過ぎの息子に父吸わせてるって十分異常です。お前らマジで母ちゃんのことは異常とか言わないでくれ。俺が悪いんだ。家族構成は父、母、姉、俺で家族じゃ当たり前のことだから何も言わない。彼女でも作れ。他人じゃダメなんだよ。母ちゃんの匂いとか母ちゃんのぬくもりが落ち着くんだ。何も言えない。わろろろろーん。タバコで解決じゃね？タバコは2年前まで吸ってたよ。姉ちゃんは結婚して幸せに暮らしてるよ。君はイケメンですか？ドブス男だよ。俺もおかんの二の腕触るの好きだよ。俺はおかしいとは思わんよ。習慣なら仕方ないわな。ありがとう。マジで嬉しい。自分ではクズじゃないと思うんだけどな。ただ父離れできてないだけで。一の母さんも父さんも姉ちゃんもクズじゃん。ドン引き。おい、家族のことは悪く言うなって言ってんだろ。みんな俺が悪いんだよ。お前にとってはいい親でも世間一般ではダメな親だよ。母ちゃんいなくなる前に病院行って治すべき。30年間父離れできなかったのに今更できるとは思えないんだが、なぜか悲しくなった。親離れできない子に子離れできない親か、どっちもどっちだな。お前が悪いせいで家族も精神異常者に見られてる。とりあえずカウンセリング受けた方がいい。そうか。世間から見たらやっぱり気持ち悪いよな。俺のせいで母ちゃんも父ちゃんも姉ちゃんも気持ち悪がられるんだよな。3人ともマジで優しいんだよ。俺のせいでごめん父ちゃん、ごめん母ちゃん、ごめん姉ちゃん、ごめん。親がおかしい。正常に育ってほしいならやめさせるだろ。とりあえずライナスの毛布、ブランケット症候群でググるといいよ。ググってみるよ。お前さんも誰に迷惑かけてるもんでないってふんぞり返っておけ。必要なのは自分が正しいかって自問自答じゃなくて、それが嫌いな奴の前ではそれを言わない冷徹な思考だと思うわ。でも俺のせいで母ちゃんたちまで悪く言われたら泣きそうになるし、もし母ちゃんも本当は嫌だけど俺のためにと考えたらやめたいよ。お前ら責めるなよ。ちょっと待て、マジなの？すげえ奴もいるもんだ。義母ちゃんなんだろ？とんでもないすれ合いちまった。
一人暮らしすれば近くに住える母親の血丸ビがあるのがいかん。それも考えてる。会社の近くに住もうかなって。ここまで行くと母ちゃんもお前に依存してるだろうな。今お前が悩み苦しんでるのはその母ちゃんの責任だろ。お前のためを思うなら吸いたがっても断るべきなんだよ母ちゃんは。そうなのかな。俺のせいで母ちゃんも異常になったのかも。マジで父離れするしかないや。母ちゃんからもう吸うんじゃないよって言われたらどうするの。それを考えるとすごく悲しい。現に今母ちゃんのおっまるい吸いたい。会社だから吸えないけど母ちゃんのおっまるいが恋しいよ。俺が一の親族だったら軽蔑の眼差しで罵倒して即縁を切るレベル。まあでも普通にして暴れないしいいんじゃね。普通じゃないけどそんなこと自分でもわかってるだろ。35で母ちゃんの膝枕で耳掃除してもらってる俺はまだまともだった。揉むだけならよくいるけどさ、吸うはさすがに引いちゃうよ。いねえよ。きめえ。僕には刺激が強すぎました。近年稀に見るヤバいスレだな。ヤバい泣きそう。ちょっと母ちゃんに電話してくるよ。そして母ちゃんの本心を聞いてみる。面と向かってじゃ怖いけど今なら聞けそう。少し席外すね。ごめん。禁煙パイプでも買ってチパチパ吸ってれば、頭の中で、これは禁煙パイプだ。って思いながら吸え。母ちゃんの血丸ビに金管塗ってから吸わせてもらえ。そのうち体が覚えて金管吸ってや満足できるようになる。何歳になっても子は子だからな。飛んだベイビーがいたもんだ。仕事中に母ちゃんに電話。会社でカタカタしながら、おっまるい吸いたいとレスする位置。ここまで来るといっそすがすがしくもある。ミルキーはママの味。姉の結婚に響きそうだな。ママはビップで相談したら少し楽になったよ。いつものいい？みんなただいま、電話してきた。それと仕事中に電話できるのは、電気設備系の現場周りの仕事で、今は事務所待機中なんだ。母ちゃんに電話した。泣くの耐えながら俺がおっまるいを吸うことどう思うか聞いた。したら、本当は良くないと思ってるって。でも俺が可愛いから俺のへこんでるとこを見たくなかったって。母ちゃんのおっまるい吸わすことで俺が元気になるならそれでよかったって。でも、その傍ら俺がずっと心配だったらしい。私がいなくなったらこの子は大丈夫だろうか、一人で生きていけるだろうかって。何回も悩んで父ちゃんと泣きながら話し合ったこともあったって。おめえ30分も電話してんじゃねえよ。帰ったら速攻母ちゃんのおっまるいに吸いつくんだろうな。母ちゃんの吸うとかどこの拷問だよ。ちゃんと乗り越えろて、母ちゃん幸せにしてやれよ。母ちゃん泣きながらずっと謝ってきたよ。ごめんね、ごめんね。って何回も母ちゃんのせいで、あんたは何も悪くないって、あんなに泣いてる母ちゃん初めてだし俺も泣いてしまった。そしてできれば父離れしてほしいって、強く一人で生きていけるようになってほしいって。ごめんな母ちゃん俺マジで父離れする。頑張って嫁も見つけて親孝行るよ。孫の顔も見せる。感動的な文章だけど父離れって単語で台無し。おっまるいジャンキー。一人暮らしするしか解決策なさそう。犬飼えよ。いくらでもしゃぶらせてくれる。父離れ。30歳に父離れ言うのもおかしな話だな。むしろ30まで来たら最後までしゃぶり尽くそう。父ちゃんから電話かかってきてた。父ちゃんに電話してける。父ちゃん。一と母ちゃんでカウンセリング行った方がいいな。なんか俺まで母ちゃんに甘えたくなってきた。このスレマジ魔力ありすぎ。やばい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 父ちゃんやばい。父ちゃんがばあちゃんの吸ってたのか。どうしようどうしたらいい。どうしよう父ちゃん56猿ややばい。落ちケツ。まさか父ちゃん知らなかったという落ちか。父ちゃんやばすぎる。電話で話しただけで尋常じゃなく怒り狂ってるのわかる。わけわからんこと叫んでたし。気持ち悪いスレを開いてしまったみたいだ。父ちゃんも吸ってたとかいうオチはやめてくれよ。父ちゃんに電話して、母ちゃんと話した内容言ったらいい加減しろ。って急に怒鳴られた。父ちゃん狂ってる狂ってる狂ってる母ちゃんは、もう多心だとか言ってるしお前ももう受け入れろとか言ってる。狂ってるなんか泣きながら狂ってる母ちゃんは多心でないのに。ニーチェ、母は多心だ。謎のホラー路線への急展開。ああ。釣りでした。おつ。うっのおお騙されてやんのお前らだせー。むしろ釣りで安心した。そ、おっまるいは吸ってるんだろ。最後雑なのが惜しい。いや、正直すまん。最悪な釣り宣言は認める。すまん。正直なんか面倒くさくなった。すまん。でも彼女のおっまるいは吸ってるんだろ。彼女いない歴イコール年齢は釣りじゃないんだよ。スレはここで終わっている。とんでもない一致が実在するのかと思ったら釣りスレで逆にホッとさせられたね。みんなも早くマッマから父離れするんやで。